源の実朝に起きた会、ある日の深夜、実朝が自宅で月明かりの中歌を読んでいると、牛の酷、一人の若い女が庭を通り過ぎた。声をかけたが反応はなく、そのまま女は外へ出たが、女の周りには松明のような明かりが現れ、揺らいでいた。 本名字を呼び、占わせたが、大事の予兆はないとのことだったが、サネトモは念のために、小根祭を取り行った。翌日、女が現れた時刻と同じ時に、大地震が起こったという。